つまらない先入観は今すぐ捨ててください。もうめっちゃいいから。今の舞台ってこんなすげえの？これがスタンダードなんですか？カルチャーショックを受けました。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。きっかけはですね、アニメ一期を全話見ました。漫画全巻を見ました。で、もう一回アニメを見ました。劇場にも2回足を運びました。そして鬼滅の刃舞台版、舞台ってやってることは知ったんですよ。ただ画像とかを見るとコスプレ劇かな、同人の舞台なの、世界観壊されたら不安不安だな、まあ、不安しかなかったんですけども、今回ですねその不安を払拭させられました。すいません、舞台舐めておりました。鬼滅の刃の世界観、役者の演技、演出、全てが融合して、さらに鬼滅の刃が好きになりました。鬼滅の刃の舞台版、監督はブルーレイを購入してみました。原作の4巻までを舞台化している作品となっております。ブルーレイ版なのでメイキング動画も見まして、それも踏まえてどういったところがおすすめなのか、どんな感じに舞台として仕上がっているのかをですね、個人的な感想も踏まえてレビューしていきたいと思います。はい、まずすごいところ、最近はですねでも全然舞台は見ておりませんね。以前は劇団さんの舞台をですねチラチラとですね見たことはあるのですが、もうそれも5年6年とかそれくらいになるかと思います。舞台ってこんなにすごいんだなって思いました。この鬼滅の刃ってですねプロジェクションマッピングでですね、まあ、最新の技術を使って舞台上で役者が動く、その周りに小道具だったり背景のですねセットが組まれており、でさらに奥にですね幕が張られておりまして、プロジェクターによって映写された映像が流れてくるんです。でそのプロジェクションマッピングの融合がとにかくすごかった。水の呼吸、滝つぼとかね、これはもう映画と言ってもいいんじゃないでしょうか、ね、バッサーと舞台いっぱいを使った水の呼吸のエフェクトがバサーって出て、大きなテレビで見たんですけども迫力がすごかったです。はい、それからですね鬼の月の糸とかもねピーンと貼られるシーンとかもプロジェクションマッピングでちゃんと演出されておりました。あとですね、矢幅、背が高くて目がめっちゃ細くて手になんか目ん玉ギョロギョロってついてる矢幅の異能の力、血気術なんですけど、矢印をですねビュンビュン出すシーン、原作とアニメを見た人はですねわかるかと思うんですけど、それがですねプロジェクションマッピングで動くプラス、なんとですね実写アナログ的な線を実際にその黒子さんたちがこうやって引っ張って役者の周りをギュルギュル体に回したりとかしたりとかしてね、デジタルとアナログがですねなんとうまくミックスされておりまして、これはね映画ではできないなっていう表現だと思いました。プロジェクションマッピングなんですけども、あとすごいのは場面転換の時、例えば藤の花帯移動で紫色の花がバサッなるシーンに、プロジェクションマッピングでバーン最終殲滅のところに行くシーンもセットを作ることもできるけども、プロジェクションマッピングにすることによって素早くね場面転換ができたりとか、あと面白い演出としては後ろ背景からなってるのに次の瞬間ねぐるんって変わって、プロジェクションマッピングうまいこと建物だったりとか背景をね切り替えてくれる、こういう箱を見ているというよりかは 3D 空間で観客がもうこっち側に来てるような感覚があったりして、すげえ新しいなと思いました。今の舞台ってこんなすごいんですか？黒子さんこんな動くのって思いました。例えば炭治郎が、ね、鬼にですねボコってアッパーされるシーンがあるんですよ。その時に黒子さんたち3人ぐらい炭治郎役者さんの体をねガチって持ってドーンってされてるシーンとか、あ、黒子ってそう使うの？サビトのシーンかな、キンキンしてカキンでやっつけるところにこうなったところのグイっていうところに黒子さんたちがこう背中を合わせて、はいどうもみたいな感じで、まあ黒子なんでいないっていう体で見てるんですけども、あーすごい表現方法だなっていうんですね。黒子すげーなって、ただただ荷物を移動するんじゃなくてアクションシーンとかもうわーっていうシーンで、もう右と左とあと後ろぐらいかな、うわーてーいっていうねシーンがあって、もうよかったですね。リアルで見たらもっと感動したかと思います。演出としては鬼って首が飛ぶシーンが結構あるんですけども、それは逆に笑いましたね。いい意味で笑いました。生身の役者とプロジェクションマッピングで鬼のね首がポンって飛ぶシーンは、多分黒いなんか板がなんかバッて隠して、あとプロジェクションマッピングからすぐポーンって飛ぶシーンとかが面白いなと思いました。あとですね、個人的にいいなと思ったのはですね、義勇さんのセリフで結構有名なのが少子千万、それがなんとですねミュージカル、まあ舞台って言ったら歌うっていうイメージがあるんですけども、本作も結構歌っておりましたね。でその義勇さんがですね少子千万が歌になってるところはですね、おー、こういう方法もあるのかと思いました。
とですね、舞台ならではの圧、主人公の小林亮太さんすごいんですよね。炭治郎なんで、ずっと出っ放しなんですよ。で、汗がめっちゃすごい。実際舞台のお手伝いとかしたりとかしたことが昔あったんで、わかるんですけども、照明が熱くて汗出るんです。かつ、アクションですよ。鬼滅の刃。なんで、汗がぶっだらだらなのね。それがまた、リアル感があって、迫力、熱演っていうのがですね、画面上からもひしひしと感じました。アニメ版の花井夏樹さんのキャラクターが雰囲気が濃いんで、イメージ違うかなと思ったんですけども、まあ、見ていくうち、これは炭治郎だなと思いました。特にやっぱり、まあ、冒頭のシーンなんで、幸せが壊れる時には、いつも血の匂いがするっていうセリフがあるんですけども、炭治郎だ。この炭治郎は小林亮太さんしか演じきれないなと思いましたね。ちゃんと炭治郎でした。そして、禰豆子なんですけども、演じるのは高石あかりさん。マジで禰豆子でした。竹筒を加えてるので、顔の半分、これで感情表現がなかなか表現できないかと思うんですけど、鬼の怒った表情とかもちゃんとね、ガッて縛ってね、目もガッて引き開いてね、禰豆子って歩く時もね、テチテチ歩く感じ、あの部分も表現されておりまして、喋れないので、体の動きや行動、所作によって、そういった表現がですね、ちゃんとできていて、禰豆子やって思いましたね。で、メイキング動画を見ると、この高石さんですね、鬼滅の刃の超大ファンです。お兄さんがいるらしくて、この禰豆子役が受かった時に、兄と一緒に泣いて喜んだってですね、エピソードを聞いて、なんか、あ、なるほどなって思いましたね。まあ他にもですね、鬼滅の刃が大好きで、結構人気出てきてる時に舞台化されておりますので、まあそういったプレッシャーをね、自分で消化して、皆さんですね、堂々と演じきられておりました。キャラクターの容姿だったり、服装などもですね、かなり似させていくんですけども、一番すごいなって思ったのは、鬼舞辻無惨。やばくないですか？もしね、鬼滅の刃この後実写化するんであれば、お願いしたいぐらい、鬼舞辻無惨でした。あと、めちゃくちゃ歌が前の。歌い強いんだ。後ろにですね、キャストがいる中で、こういう感じで、鬼舞辻無惨っぽい感じで歌うんですけど、すげえうめえ。あとですね、監督の推しの伊之助もですね、結構鍛えられておりまして、ダサいカバミモーっていう感じじゃなくて、なっかりとした伊之助で、通りね、来て、雰囲気、性格とかもですね、ちゃんと表現されて、アクションシーンも見たりしてよかったです。あと善逸のね、汚い高い声、再現高いですね。あれはアニメに映ってると思うんですけども、善逸でした。あと個人的に良かったのは玉代さんとゆしろ、この二人もね、原作まんま。玉代さんは確か宝塚出身の方で、歌がもう超うまいのね。この歌聞くだけでもですね、この舞台見る価値はもう、これは現地で聞いたらやべえだろうなって思いました。玉代さん着物似合いすぎ。あとゆしろはね、動きとか顔つきもめっちゃ似てる。原作でも玉代さんとゆしろの関係性、アニメとテイストが違うんですけど、ハイの掛け合いもですね、すごく良かったです。もし実写化するんだったら、この二人でいてほしいなと思いました。あとですね、ビジュアルがそっくりな、白髪、白髪もですね、雰囲気出てました。そして監督の推し、マコも。これちょっと語らせてください。マコモ役の方がですね、園原ありささんと言いまして、いや、マコモの存在感やばいですね。尊いです。多分、リアルに舞台行ったら、もうマコモだけずっと見てましたね。まあ、あの名言ね、死ぬほど鍛える。結局、それ以外できることはないと思うよ。っていうシーンがあるんですけども、マコモでした。あとね、泣けるセリフなんだけど、私たち、鱗滝さんが大好きなんだ。っていうシーン、マコモやとね、アニメ版と声優と違うんですけども、明らかに、いや、間違いなくマコモでした。ここでちょっと言いたいですけども、映画とは違って、舞台ってメイン役者さんが他の脇役キャラクターを演じることが多々多いんですよ。マコモ役演じました園原ありささんもですね、確か7役8役とかやってるらしく、善逸が求婚する街の女の子もやってるんで、まあ、正直なところ同一人物と気づかなかったんですけども、印象的に残ってたんで、ああなるほどなって。他のキャストもですね、炭治郎役の小林さんはですね、まあ、炭治郎一方なんですけども、それ以外のキャストは少なくとも2、3役多かったら7、8とかね演じてるらしくて、これはちょっと舞台特有かなと思いました。そのマコモと言ったらサビとも良かったわ。仮面かぶってて、その最後に炭治郎に仮面をこうやって割られる時のあの表情、もうこれはぜひ見てほしい。サビトやと、もう泣いたよ。アニメ版を超えたかもしれません。あと鱗滝さん、炭治郎の師匠ですね。アニメ版の声優が大塚芳忠さん、やっぱり声の質は違って最初違和感があったんですけども、ちゃんと鱗滝さんでした。杖つきながら最終選別に帰ってきた時の炭治郎と禰豆子再会した後に、よく頑張ったっていうシーンはね、絶対泣ける。鱗滝さんと、あと鋼塚さんっているんですけども、このシーンはですね、舞台ならではのシーンなんで、炭治郎役の役者さんが、まあ、実際に切り替えしてるのかわかんないんですけど、おい炭治郎まだかっていうね、バツナギを鱗滝さんと鋼塚さんがトークをしてるんですよね。まあ、メタ的な発言をするシーンがあるんですけども、面白かったです。鋼塚さんは結構滑るんですけども、おい炭治郎まだか、そういったシーンがありました。これちょっと舞台で見たかったな。舞台にもね、観客の声がちょっと入る場面があるんですけども、この笑い声にちゃんと収録されておりました。
い、というわけでですね、この鬼滅の刃舞台なんですけども、このブルーレイですね、配信サービスもあるんですけども、やっぱりブルーレイディスクの高画質で見るのがとてもおすすめですね。ディスクを外したものなんですけども、いや完成度は相当高いよ。ここもね、サビと本編がブルーレイで、メイキングは DVD となっております。こちらブックレットってものが入っておりまして、ほらこれねずこじゃん。これそれぞれの役者さんの場面の写真です。完全ねずこですね。善逸、伊之助、義勇さん、鱗滝さん、誠サビと、いやーいいわ。これ実写化してください。白髪黒髪、これそっくりじゃないですか。原作はね、もうちょっと多分背がちっちゃいと思うんですけども、雰囲気がね素敵でしたね。あ、この二人ね、まよさんとゆしろのコンビね、すごい好きで。そして一番ピタリ賞、鬼舞辻無惨、やばいな。舞台の写真がパラパラとありまして、あとはですね、それぞれのキャストさんのブルーレイ DVD 発売寄せてのコメントも全て出ておりますね。16ぐらい曲があるんですけども、それの歌詞もねちゃんと載っておりますね。鬼滅の刃舞台なんかありえないでしょうって思ってる方もぜひ見てください。響く、まあ、特にですね、監督最終殲滅のシーンは出したらアニメ漫画を超えているかもしれないぐらいめちゃくちゃ突き刺さりました。鬼滅の刃好きな方はもう絶対見てほしいのと、ただですねこちらなんですけども、鬼滅の刃全く知らない方が見るとストーリーは本当に鬼滅の刃って単純なんですよ。炭治郎の家族が殺されちゃって、禰豆子が鬼化して、その禰豆子を治すために全ての根源、この鬼舞辻無惨をですね倒すというのが簡単なストーリーラインです。ですのでこの舞台の中では鬼舞辻無惨を倒してハッピーエンドっていうそこまではいかないんですけども、鬼滅の刃見た方はわかるかと思うんですけども、それぞれのシーンが独立して面白いんです。心を引きつける内容となっております。特にですね、監督最終殲滅のあたりがすごい好きです。これはもう舞台で見させていただいて本当に楽しめました、まあ、あとですね、舞台特有の演出だったりですとかもですね、あ、こういう表現するのか、面白い体験をさせていただきました。適度に取捨選択をされておりまして、ちゃんと鬼滅の刃に仕上がっておりました。というわけで今回はですね、鬼滅の刃舞台レビューをさせていただきました。めちゃくちゃおすすめなんで一回試しに見てください。想像以上に良かったです。今の日本の舞台はここまで進化してるのか、プロジェクションマッピング、デジタルとリアルなアナログ、それがうまく掛け合わされまして鬼滅の刃が再現されておりました。というわけでですね、舞台の予告編 PV と作ってる過程の動画が YouTube に上がっておりましたので、そちらをですね概要欄に貼っておりますので、どんなのって方はですね、ぜひ見てください。このチャンネルではですね、監督がぜひ皆さんにおすすめしたい商品や作品などを紹介しております。これに響いたなと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録まだの方お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。役者の役者、多分ちゃんとちゃん、私たち鱗さん、うん、あとですね、はがれ、違う、ちょうち主査厨房会議、厨房会議、あんなことで守ったつもりか、少子千万、なぜ斧を振れなかった、少子千万、バッサーとね、さあ、でもこっちに行ったら、少子千万。